ロバート・ハリスの1992年の小説、ファーザーランドにおけるヨーロッパの地図。第二次世界大戦でドイツが勝利した後の1964年が舞台となっている。第二次世界大戦における数軸国の勝利では歴史改変 SF や反事実歴史学などにおいて多く取り上げられる第二次世界大戦で 数軸国が勝利した世界という史実に反したテーマについて述べる。世界の幅広い地域において多数の言語にわたり数多くの作品で取り上げられているテーマである。このような仮想世界線でたびたび用いられるのがパックス・ゲルマニカというラテン語の聖句である。これは同様の地域的平和の時代を指すパックス・アメリカーナなどの歴史用語をもじったものである。ただ、この言葉は 第一次世界大戦におけるドイツ帝国の勝利を語る仮想世界戦や実際の歴史上でベスト・ファーレン条約のラテン語文の中でも使われている。フィクションとして数軸陣営が世界の覇権を握るという文学上の思考実験は英語圏では第二次世界大戦の勃発前から行われていた。例えば1937年に出版されたキャサリン・バーデキンの小説。 スワスティカナイトがある。戦後には数軸国の勝利という世界が訪れる可能性がなくなった一方で文学世界では活発に歴史改変 SF の形で小説が発表されていった。代表的なものとしてはフィリップ・ケーディックの高い城の男、レンデートンの SS ギガバイト、ロバート・ハリスのファーザーランドなどが挙げられる。長きにわたり、 数字国の勝利という歴史の疫符が人々の関心を集め続けているのは、例えば一般人たちがいかに支配されることの屈辱や怒りに対処するのかといった様々な普遍的命題とつなげることができるからであるという評価もある。トーンの観点から言えば一般に勝利というテーマは背景に抑うつされたものを必要とし、読者や視聴者は暗闇と緊張した空気の中で、 プロットが展開されていくのを見ることになる。こうした手法は、数軸国の勝利というテーマにおいても、フィリップ・ケーディックや、スティーブン・フライ、ロバート・ハリス、フィリップ・ロスなど多くの小説家に見られる。キャサリン・バー・デキンが、マレー・コンスタンティンという筆名を使い1937年に出版した、スワスティカ・ナイトは、 まだ第二次世界大戦すら始まっていない時点で、執筆されているという点で得意なものである。そのため、この小説は後に見られるようなあり得たかもしれない、世界線を描いたものよりも未来て的な傾向がある。後に、ジャーナリストのダラック・マクメーナスは、2009年に、ガーディアン史上で、激しい想像の飛躍があるとはいえ、わす気かないとは恐ろしいほどに筋が通っていて、もっともらしい。 筋書きを提起している、と表している。幕名なすは、また、これがいつ出版された時期を考えても、また現在我々が知っている、ナチ体制の情報が、当時いかに知られていなかったかを考えても、この小説は、ナチズムの本質を不気味に予言し、洞察しているとも述べている。彼は特に、勝利以前の独裁政治に見られる。 暴力性と無資料さまた、不合理性と迷信性を指摘している。戦中の1941年に旅行作家のヘンリー・ボラム・モートンが表した愛、ジェームズ・ブラントは、敗戦しナチスの支配下に入った1944年9月のイギリスを舞台としたプロパガンダ小説である。ストーリーは占領の成り行きを記録する日記の形式で進んでいく。例えば、 イギリス人労働者がドイツへ移動させられたり、スコットランドの造船所でアメリカを攻撃するための軍艦が建造されたりといった描写がされる。最後にこの中編小説は読者に向けて、この物語がフィクションに止まるか否か確かめよというメッセージを伝えて締めくくられる。1945年のアドルフ・ヒトラーの自殺から数ヶ月経った後、ハンガリーの小説からスロガスパルが、 世界で初めてナチスドイツの勝利を仮想史として取り扱った小説を世に出した。ウィー、アドルフ・アイと題された、この小説はドイツがスター・リングラード攻防戦を制し、最終的に勝利したヒトラーが新たな近代の皇帝として体感するという内容になっている。フランスのエッフェル島やアメリカの自由の女神像などの要素を取り込んだ巨大な皇帝の宮殿がベルリンに、 建設され、独裁者はナルシシズムから、世界を支配する後継者を残すために、日本の巫女との結婚を計画する、といった仮想史が語られている。1946年、修正派シオニストの意思で、政治活動家であるジェイコブ・ワイン・ショールが、ハー・ユーディ・ハー・ハロンと題した、ヘブライ語小説をテルアビブで出版した。英訳のザ・ラスト・ジューというタイトルでも知られている。 この小説は数百年後の未来完全にナチスと独裁者たちの連盟が支配するようになった世界でマダガスカルに潜んでいた最後のユダヤ人が発見されるという内容である。ナチスの支配者たちは次のオリンピックでこのユダヤ人たちを公開処刑する計画を立てる。しかしこれが現実となる前にナチスの誤った植民計画の影響で月が 地球に接近してくる。その結果として人類文明とともにナチスの支配も破滅するという筋書きである。2000年の時点で現地のヘブライ語テキストは他のどの言語にも簡約されていない。ヨーラム・コンクの小説で英訳されたザラスト10とは全く別の作品である。演劇では1947年に初演されたピース・イン・アワー・タイムがある。 ファシストに支配されたロンドンを舞台とし、占領支配が一般の人々を及ぼす有害な影響を描いている。イングランド人の劇作家である作者、ノエル・カワードは、イギリスへの地上侵攻の際のゲシュタポのブラックブックに、自らの名を連ねている。当初この作品に対する反響は小さかったが、カワードのその後の作品や、同様のテーマを持つ後の劇に、 ピース・イン・アワー・タイムは21世紀に至るまで影響を及ぼし続けている。以下に数軸国の勝利をテーマにした著名な作品を列挙する。文学フィリップ・ケディックの1962年の小説高い城の男の舞台となる数軸国の勝利した世界。フィクションであることを前提とした小説とは別に学術論文の体裁を取った半事実歴史学の シナリオも発表されている。オールアワードヒストリーシリーズの中には、2019年出版の、ホワット・イーフ・ブック・オブ・オルタネート・ヒストリーがある。この中には、ホワット・イーフ・ジャーマニー・ハド・オン・ザ・バトル・オブ・ブリテンと、ホワット・イーフ・ザ・エリーズ・ハド・ロスト・ザ・バトル・オブ・ザ・アトランティックという二つの試行実験が収録されている。映画テレビドラマテレビドラマ版。 高い城の男でのアメリカの地図。中立地帯の首都キャノンシティが主要な舞台となっている。この地図の外でも、ドイツ帝国がヨーロッパとアフリカに、大日本帝国がアジアに領土を広げており、ウラルサンム付近に中立地帯が設けられているとされているが、物語はもっぱら旧アメリカ合衆国領と本来のドイツ地域で展開する。コミックゲーム。ありがとうございます。